ハロウィンですね。チャラいのはもうあれかなと思って。チャラかったですね。チャラ、夏場チャラか。あ、音楽とかで、まったり通信。第90回目です。はい。はい、今週はおもむろに、もうマサ監督が隣にいますが、はい、まあ、ちょっととりあえず見ていただいて発さなかったです、ね、うん、ちょっと待ってください、はいはい、なんでまずそれからお願いします、はい、まずはこちら今週の新刊紹介です。ちょっと照れますね照れないでください、はい、まずはこちら F1 速報第15戦日本グランプリ号です。はい、というわけで、私もマサ監督も、はい、タイにいたので見れませんでした。F1、はい、日本グランプリ数回でありまして、はい、台風の影響でかなり雨が強かったみたいですね、うんうん、そうですね。テレビで見てました？見てました。あ、でも GT と被るのが分かってたんで、はいはいはい、GT はリアルタイムで見て F1 は後で見ようと思って。なるほど、なるほど。後で見ました。なるほど、はい、大荒れですね、はい、うんうんうん、まあ、結果自体はそんなに荒れてないですけど。そうですね、まあ、ちょっと終盤ね、ビアンキ選手のクラクシュなんかあって、はい、まあ、ちょっと動画も出回ってますけど、ちょっとビビりましたね、はい、そうですね、ちょっと怖い映像でしたね、はいはい、まあ、今はとりあえず、早く治ってほしいなというところですが、そんな日本グランプリの、はい、レースについてぎっしりお届けしております。これがびっくりしました。おー、ベッテルね。ね、ええー、と思って、はい、アロンソが飛んだ、へえ、どうなるのって思って、はい、すごいワクワクしましたね。はい、取られた。そこら辺のストーブリーグ、うん、まあ、もちろんですね、はい、おなじみサイコロトークに小林カムイ選手も登場したりしてまして、はいはい、面白かったです、はい、これ GT でもやりたいですね、サイコロトーク。でサイコロ作るの得意じゃないですか。得意じゃないですか、知らねえよ。岩田さんの時困ったらサイコロ転がしてるじゃないですか。いや、そういう、もうちょっとちゃんと作ってもらえますか。結構難しいですよね。難しいと思いますよ。何面体、10面体ですかよ。6ぐらい12ぐらい。12面体。これでも、この F 速をパクってこう切り取ればいいです。いや、そこまで作るのが大変なんです。あ、なるほど、まあ、顔とか入れなきゃいいんですけど。あ、そうですね、はい、はい、私がそのドライバーさんの12個の写真を持ってるかとかもいろいろありますし、ね、そうですよね、はい、そういう簡単に言わないでください。あの、いや、なんかこういうプライベート的なものはファンの人すごい好きですよね。そうですね、うん、はい、はい、とか、日本グランプリの裏舞台的ないろんな写真もございますので、はい、ベッテルのヘルメットかっこよかったですね、うん、そうですね、はい、はい、とか、はい、内容ぎっしりでお届けですので、はい、F1 日本グランプリに行った方も行かない方も、うん、テレビで見た方も見てない方も、はい、思ってみていただきたいなと思います、はい、こちらは10月9日木曜日発売です。コンビニ出店でお買い求めください。でもチャンピオンはもうチャンピオンまだですよね。まだですか、うん、誰ですか、選手チャンピオン。ハミルトン。あ、やっぱそっちなんですね。これバトンはもう来年 GT500 に来るんですか。可能性はあるかもしれないね。噂だとね、本当になんか来るんですか。スーパーフォーメラ。おお。うちには来ないです。バトンは。それ交渉次第じゃないですか。交渉次第じゃないですか。ちょっとじゃあカムイはうちに来る。それ交渉次第じゃないですか。関口と仲いいですし、ジュイチとも仲いいんで。そうですね。でも三人になっちゃいます。そうですね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 。これ見に行ったんですか。これでもちょっとね、やっぱりこのクラッシュが、ね、あるんで、なんか、そうですね、なかなか伝えるのが、ね、難しいですけども、うん、はい、まあ、編集も苦労した本じゃないかなと思うんです、うん、そうですね、はい、これはですね、編集長の思いが詰まっているかなと思ったら、編集長はこれ違うんですか。これじゃない。エコー速報は田中さんじゃないんですけども、じゃないですね、はい、ぜひね、はい、こちらの方、はい、じゃあ続いて、はい、続きましてはこちら、最近のモモンガ近況とかもろもろ、はい、というわけでここからは、はい、もうこれ最近のモモンガ近況とかもろもろってことで黒髪にしたという。ありがとうございます、はい、前回から黒髪だったいや、あ、最近ずっと黒くて。こんな髪長かったですか。さらに、あ、急激にパッと、はい、ギャーッと伸びた感じです。エロ違うんですか。エロい人、はい、はい、聞いてください。
全然伸びなかったんです、切ってから、うん、でも自分の髪に愛想つかしてエクステつけました。あ、エクステだよね、そうだよね。そんな長かったのかなと思ってあれと思って、俺の知ってるモモンガじゃねえなと思って。 あ、そうですか。はい、これつけ毛なんですか。じゃだからでも当分だから2ヶ月ぐらい長いままですね。編み込まれてるんで。編み込まれてる、はい、全部編んでます。へえ。この帽子はあれですか、なんかボタン押したらピローンとこう立つんですじゃないんですね。じゃないです。こういうピローンっていうやつじゃないんですね。あ、ちょっと似てます。あ、似てますよね。なんかここボタンがあるのかなと思ったんですけど。こんなんなんですね。そうですか、はい、今日のファッションのテーマは今日ですか、クリスマスツリー。ケータハム入りを狙って。ケータハム。いや、違います、カムイさん。ノーズ古いのにさせられちゃうって感じですね、じゃあね。そうですよ、はい、新型のノーズつけてもらえないから。新しいのがいいですね。新しい緑黒でね、まさにケータハム。あ、本当ですね。ケータハム狙ってるんですか。いや、狙ってない。高田ドーム NSX ですか。懐かしいですね。イメージ内神さん、小暮さん、うん、懐かしい。あ、どうしたんですか、あのタイに。これもう寂しかったですよ、タイに来れなかったの。本当ですか。でも別に普段、いや、国内でもあんま絡まない。絡まないですかいやいやいや、もう平野さんの熱海にももんが来ないのか、ももんが来ないのかって言ってました。まあ、いろんな人に言われましたね。あ、本当ですか。ももんが連れてきてないんですか。そう、だからいや、もう一番僕が思ってました、ももんが来ない。だから来年はうちのスタッフで、あ、ご飯作りに。そうそうそう、ももんが。だってやっぱ隣のピットとか他見ててもやっぱいた、はい、結構ですね、手伝いの人がいたんで。あ、そうなんですね、はい、うん、来た、なんで呼んでくれなかったんですか。いや、なんかモモンガが何してるか知らなかったんで、その時、まあね、もっと事前情報を聞いてくれば。なるほど。だからそれは次サンズに言ってちょっと交渉して、はい、ギャラが出るか出ないかは別かもしれないですけど、はい、旅行に。旅行じゃないですね、タイに。タイ来年ありますもんね。ありますね、はい、楽しそうですでしたね、トゥクトゥク乗って。トゥクトゥク乗って楽しそうでした。まあ、今回あ、もうそのタイの方でいいですか。話してください、はい、そうですか。じゃあタイに行ってきました。はい、はい、やっとですね、今年開幕したような感じで、うんうんうん、19号車の監督とやっと言えるんじゃないかと、はい、あ、今日はじゃあ町田 あの青年ジャーナリストじゃないです ですね。今回はもう19号車のオーナー兼監督なんですけども、はい、まあ、ただですね、同じアドバンを履いている近藤雅彦を率いる、はい、リーステーションアドバン、はい、GTR、 こちらの佐々木大輝選手が活躍したということで。しましたね。どうで見ました、レース。見ました、リアルタイム。あ、リアルタイム見ました。見てます。じゃあまずはもう今日はね、早めに巻いて、はい、巻いてモモンガ MVP の発表したいと思います、はい、じゃあまずは500。すごい悩んだね。悩みました、もう決めてましたね。もうトークがもうだいぶまあいいじゃないですか、いいじゃないですか。もうね、今までだとえぇ、ー、とか言ってたのにいいじゃないですか、はい、まず一緒に考えてください、はい、あ、そうですね、いいですね、はい、じゃあ500から発表したいと思います。じゃじゃん。まさかの、あ、違います、うん、あの本当は、うん、あのタイヤも効果を選んだレクサスの3台にしようかと思ったんですけど、はい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 、でもやっぱり佐々木くん、あの松田選手の攻防、攻防、うんうん、撃墜を、うん、撃墜追撃、うん、を撃墜はしてないです、うん、佐々木大輝くん、大輝、はい、大輝ね、はい、早かったです、ね、予選も早かったですけど、うん、決勝も早かったです、うんうん、でなんと彼ね、あの一応 GTR マップあるんですよ。でマップあって、多分あの給油時間短くしたのが結構、まあ、ピット後もタイヤ交換した割には早くて、その前にクルムさん、はい、クルムおじさんが乗ってて、はい、であのパドルシフトがスタックしてしまって、最終コーナーで12、3秒ロスしちゃったんですね、1コーナー曲がっていくまでに。でこれはなんか調子が悪いかもしれないって言って、ピットの入るタイミングを多分もうちょっと引っ張りたかったんじゃないかなと思ったんですけど、その次の週にピットに入ってきて大輝も交代して、で多分ピット時間も短くして出たんですけど、だから FU って言って燃料をね、消費量をこう多分ね、いろいろ確認しながら走ってたんですけど、彼ね最終ラップにあのパワーマップに多分したんですよ。でそれがね、もうあと5週前ぐらいからしてても、もしかしたら燃料の残量がね、どのぐらい残ってたか分かんないですけど、そしたら36には食えたんじゃないか、であのレースラップは彼に早いです。で金曜日土曜日を見てても、50周ぐらい使ったタイヤがあるんですけど、それでも25秒台って言って、まあ、全体の2番目のタイムを出してましたから、あれ誘導ですからね。なるほど。だからそれを考えると彼のポテンシャル、そして今回車おじさん頑張ったっていうのを考えると、もう大輝でいいんじゃないかなと僕も思います。ただ実は24号車もタイヤ無効果狙ってたんですよ。あ、でそれも金曜日土曜日走行してる中で狙ってたんですけど、あのパドルがあった、あ、パドルのトラブルがあったんで、多分ピット的にその無効果っ
ていう選択よりも確実にって言った部分で出したんだと思うんですよ、ね、だからあれ本当は引っ張っていって、はい、タイヤの状況をもうちょっと聞いてれば、うん、やっぱもうちょっと引っ張らないとドライバー交代するときに本当どういうかって分かんないんですけど、だそういう部分だと24にもチャンスがあったんじゃないかなと、うん、だけど何もなかったら46かなとも思いましたけどね。まあそうですね、はい、なるほど。ということで、はい、500は佐々木大輝くん、はい、おめでとうございます。また楽しかったです。そうですね、あのね、幼い顔してね。そうですね、彼には坂東正明のなんと魚拓語いいな、いいですね。1メーター90ありますからね、魚拓語。でかいですね。下田で釣ったやつですか？下田じゃないですね、あれは尖閣です。御殿場のねお魚屋さんに行くと貼ってありますね。貼ってありますよ。それじゃ佐々木大輝くんになんとカラーコピーしたやつがありますよ。ちゃんと布にですね。あ、なるほど。すごいでかいんですよ。でそれをですねプレゼントしたいと思いますんで、はい、ぜひ僕のところまで連絡していただければお送りいたしますんで、はい、ね、はい、ということでじゃあ続いて300なんですけども、次は後ほど、あ、後ほどということで、はい、今日は喋りますよ。あ、わかりました。生き生きしてます。なんか